アヒルの隣に置かれた。猫をペットとして愛玩している、人々の感情を害さないよう、犬食と共にタブー視されることが多い。ユダヤ教とイスラームは、肉食動物の摂取を禁じているため、信者が猫を食べることは許されない。戦時や国賓状態の人々がやむを得ず、猫を食べるだけでなく、料理法を持っている社会も存在する。 日本では幕末まで猫が食されることもあった。沖縄では、六膜炎、気管支援、肺病、字に効果があるとされ、汁物仕立てにしたマヤーの牛ろなどが食べられていた。中国の良好とベトナム北部では、冬に猫の肉を食べると、体が温まると考える人々がおり、特に高齢者の間で多いが、より寒さの厳しい下北では、猫は、 人間の食べ物と考えられていない。中国では年に400万匹の猫が食べられており、猫の消費は増加傾向にある。街中の反転では外国人旅行者に配慮して普通猫料理は出さない。関東料理には蛇を龍、猫を虎、鳥を鳳凰に見立てた龍鋼鳥という料理があり、競争効果があると信じられている。現地の動物保護に詳しい弁護士によると、 中国国内の猫肉取引は禁じられており、2007年の法律でも国内で通常食されない食物の取引には特別な許可が必要としている。カナンの反転で出される猫肉は主に許可を得たブローカーが暗記賞やチャンス賞から仕入れたものである。2010年1月26日には中国政府が動物保護の観点から初の取締りに乗り出した。 中国ではペットとしての猫の飼育が増えるにつれ、猫食文化への風当たりが強まり、抗議行動も起こるようになっている。2006年6月には、新鮮市の有名な猫肉料理店が40名ほどの活動家から襲撃を受け、営業中止に追い込まれた。こうした変化は中国動物保護ネットワーク参加の中国愛岸動物保護ネットワーク結成のおよそ2年後に始まった。 40以上の団体が加わったカプンは2006年1月、広州市をはじめとする10以上の都市で犬食や猫食に対する抗議運動を行った。2008年にも犬食、猫食が増えていた広州で同様の相乗が発生しメディアで報じられた。朝鮮では茹で肉から神経痛や関節炎に効く競争剤が作られた。ベトナムでは猫肉を 幸運を呼ぶとして提供する食堂があり、中国などからの密輸が増えている。ペルーでは猫食は一般的ではないが、アフリカ系ペルー人の多い南部イカ県のチンチャールタと北中部アンカ試県のワリではフリカ製やシチューノグに用いられる。チンチャールタでは9月の聖エフィゲニアの祭りで料理法を実演している。ワリではペルー高原部でよく食される。 モルモットの代用として使われる。マリ出身の人は俗にミシカンカスと呼ばれるが、これはケチュア語の方言で焼いた猫の意味である。スイスの農村では猫が食される。ハーブのタイムの小枝を付け合わせに添える地域もある。ロイターは2004年1月にスイス料理には子犬や子猫も含まれる。流通で販売することは禁止されているが、 家庭での犬猫の消費を禁止する法律はなく、国内で毎年何頭のペットが屠殺されているか、把握することは難しいと報じたドイツの大手メディアであるエクスプレスが2011年に実施したアンケートによると、スイス人回答者の48%は猫を食したことがある。一方、猫食禁止を主張しているスイス動物保護団体 SOS 社のワレーグ創設者は、 国民の3%が猫を食しているとしている。スペインのバスク地方にも猫のシチューや猫のソースがけのレシピがある。ルイス・リポルはその著書、U.A. ブレイデキナ・マイ・アーキナで中世の猫の調理法を紹介している。中央では、猫は、厳冬期や、強作の都市や、戦時に上を免れるものとして食されることがあり、二度の世界大戦中、屋根のウサギと呼ばれた。 アリススプリングス一帯のアボリジには、野良猫を焚き火で炙り焼きにする。彼らは猫のシチューのレシピも開発している。この地方の他の住民の一部も、オーストラリア固有の動物症が外来種の家猫によって深刻な脅威にさらされているという理由から猫を食べるようになった。科学者らは野良猫を食べることで、体内に危険なバクテリアや毒素が入り込むと警鐘を鳴らしている。 カメルーンでは、男性限定で特別な祝い事の折に、猫を食べることで幸運を祈る地域がある。ありがとうございます。